ダムとイブが禁断の果実を食べてから数千年、人が人を産み、その子がまた子を産む。人が人を殺し、その子がまた子を殺す。人が人を殺し、その子がまた子を殺す。脈々と受け継がれてきた大罪、それは戦いの歴史なのか。その歴史は永遠に続くのだろうか。いつの日か解放される日はあるのだろうか。生命は海で生まれたと誰かが言った。陸に上がり、空に行くもの、地上にとどまるもの、そして地下に潜るもの、すべては海から生まれたのか。欲望という名の海は果てしなく広がり、海へと届く。終わりはあるのだろうか。人はノアの箱舟に乗れた者が生き残るのか。それは宿命なのか、それとも運命なのか。それは神のみぞ知る。人知を超えた行いに人間ごときがどう理解し得るのだろうか。野望という荒波で世界を洗い流したらどうなるのだろうか。大いなる富に包まれ、大いなる幸福に包まれるのだろうか。もしかしたら何もなく無に帰ってしまうのではないだろうか。人生の糸と糸は絡み合い、螺旋状にもつれ合い、やがて一つの円となり、地に落ちて玉となる。地に落ちた玉、地球、そこには広大な光と闇、闇と光が脈々と受け継がれている。人は何にとらわれ、なぜ生きているのか。何億光年もの星の彼方へ光が届く頃に、人の命はどれだけ始まっては消え、消えてはまた始まっているのか。数億回の出会いを経て、数億回の奇跡を生み出す。星、虹、川、雨、雲、空、光、海、遥かな果てしない時の流れを超えて、海賊頂上決戦が始まる。覇者になるのは誰なのか。この目で確かめてやる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 。あの方を呼ぼう。海の神ポセイドンであり、伝説の海賊、キャプテンシーザ
に、シュートボクシンググランドゼロおいでいただきまして誠にありがとうございます。平日というのに皆さんこんなに大勢来ていただきまして、私はもう本当に言葉は言えない嬉しいです。ありがとうございます。32年、シュートボクシングをこういうふうにやらせていただきまして、そしてこういう大会をやらせていただいています。それはすべて皆さん、多くのファンの皆様並びに応援していただいております、協賛いただいております企業の皆さん、そして日本格闘技界の皆さん、そしてシュートボクシングを愛して頑張ってくれている練習生、そして選手、そして僕の周りにいる協会スタッフ、本当に皆さんのおかげだと思っております。改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。今日は、11月22日という日で、ちなみにはいい夫婦の日というらしいです。ご夫婦を何組か今日はご招待しております。やっぱり男が仕事をするのもやっぱり家庭がちゃんとしてないと良くないのかなと思います。だから夫婦が仲良く明るい家庭を持ってほしいなと思います。なんか結婚式のスピーチみたいですけど、すいません、すいません、話は元に戻しますけど、これからシュートボクシングは、32年やってきましたので基礎ができました。そしてシュートボクシングには10代の若者がもう本当にいっぱいいます。あと5年先10年先を見ながら我々頑張って指導してますけれども、これからのシュートボクシングは本当に世界に向けて頑張っていこうと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。第1弾目で12月の17日に香港でその試合もテレビ中継やります。それはサンダとかキックとか入ってるんじゃなくてシュートボクシングだけでやりますから、その大会を、そういう大会を、モロッコ、そして前からモロッコ行ってましたけど、そしてオランダ、そしてオーストラリアと組んでいこうかなと思っております。やっぱり若い人たちに夢や希望を与えれるようなそんな団体でなければ僕はダメだと思っております。そして海外に支部は作ってますけど、彼らに日本のこのシュートボクシングの良さを1ヶ月ぐらい来てもらって、指導員を指導してからまた帰ってもらって向こうでやってもらっております。だからそれだけ彼らも礼儀作法がちゃんとできるし素晴らしいなと思ってます。そういうことをずっと僕ら続けてやりますんで、皆さん、ファンの皆さん、熱い熱い応援をこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。